にちは、ジョーチューブです。今日は、スクールの報告から、したいと思います。まずですね、今週の土曜日の、七夕フィールド、タバさんの、平塚のグラウンドで行われる幼児の大会なんですけども、参加をうちはするんですけど、なんと20名ぐらい、選手が集まりまして、本当は2チームで出る予定だったんですけども、今ちょっとわがままを言って3チームか、4チームに、なりそうです。ちょっとこれ以上はもう参加できそうに、もうこう受け入れてあげられそうにないんで、もうあの幼児の方は締め切りたいと思うんですけど、まさかこんなに集まるとは、思わなかったですね。自分の宝島の子たちと、それから、あとはそうですね、ザマの、スクールの、まあ、弟くんとかね、あとはうちのワンデークラスに来てくれた、選手の、兄弟関係で結構人数が集まりましたね。これはちょっと意外でした。自分一人で全部見れるのか、まあ、ちょっと分かんないです。まあ、監督するだけだ、監督というか、まあ外で応援するだけなんで問題ないと思うんですけど、まあ楽しんでくれればいいなと思います。まあ、当日の様子はね、また YouTube の方にアップいたしますので、楽しんでみてください。であとは今週の日曜日ですね、いよいよエライユナイテッドのセレクションを、内部セレクションがやります。内部生から15名ぐらいですね、ご応募いただいて、この中から何人、まあ、ちょっと取れるかわからないんですけども、もう相手もね、ジェフ・シフトゥーロさんにちょっと協力いただいて、まあセレクションなんですけども、トレーニングの一環としてね、まあいい経験ができればいいなと思いますんで、そういう緊張感と高い中でね、どれだけパフォーマンスが発揮できるか、まあ上手い下手とかの問題じゃないですよね。まあ自分の目標に向かってどれだけ強い気持ちでやれるのか、そういう部分をちょっと見てみたいなと思います。こちらも動画回せれば撮って、またアップしたいなと思いますので、よろしくお願いします。で一応外部の方も、まだ受付はしてます。19日締め切りなんですけども、こちらは外部の方はスクール生じゃなくても参加が可能です。1月の10日に、行います。今何名かお申し込みいただいてるんですけども、もしね、チーム、変えて、環境を変えてサッカーしてみたいとか、思う子がいればですね、ぜひチャレンジしていただければなと思います。もうプレーのクラスは全部終わってしまったんですけども、人数の方を決めてですね、活動もトレーニングは全部人工芝でできるような形になってますので、興味がある方、高いレベルで少しでもやりたい子はぜひチャレンジの方をよろしくお願いします。まだ募集は行ってますのでよろしくお願いします。で来週の、木曜日24日ですね、クリスマスイブの日に、相模原のティダスポーツ、パークにてですね、ゲームクラスの方をやりたいと思います。前回やったゲームクラス低学年の方は、20人ぐらい選手が集まって2面を使って5人チームで、もうひたすらゲームを1時間半ぐらいやったんですけども、非常に盛り上がりましてですね、短期スクールってね、テーマ決めてやるのも悪くないんですけども、1日で改善するのってやっぱ結構大変ですよね。意識を持たせてあげることはできるんですけども、それだったらゲームをしてる方が、いいのかなということで、今年最後の相模原のスクールは、ザマのスクールは、ゲームクラスになってます。いろんなチームからやっぱ来るようになりましたね。これを始めたのが7月ぐらいだったんですけども、向こうに僕知り合いもいないし、大丈夫なのかなって言って始めたスクールだったんですけども、ザマ、サッカークラブの子だったり、シリウスの子だったり、それからロッソの子だったりとか、あとはアロンドラとかね、相模原から来てくれる子とか、SCH から来る子とかもいて、今回もまた、新しいメンバー、あとは海老名のチームから来る子も結構いますよね。いろんな地域から集まった子たちがね、見たこともない子たちとサッカーするっていうのはすごく僕いい経験になると思うんです、子供の中では。で大きな試合じゃなくてもね、5人制でたくさんボール触ってたくさん試合をこなすことっていうのはすごく子供にとっては、練習を一回やるより全然いいのかなっていう、そういう気持ちもあるんでね、まだ定員10名ぐらいは空きあるんで、参加をご検討されている方はぜひ早めにご連絡の方よろしくお願いします。今日はこの宣伝だけです。またアップしたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。